来ては見たものの、こりゃどっから探せばいいんだ。音楽が聞こえたんだよね。はい、そうであります。とりあえず音が出そうなものを探してみようか。うん、空にしてはしゃいでるぞ。してはは余計だろ。おい待てよ。あいつらいいやつだろ。逃げるなよ。ウッディが仲間って決めたんだ。そうやって私のことも仲間に入れてくれたんだからな。しかも今回の件は今までと深刻さが違う。彼らを心から仲間だと認めるにはまだ早いが、アンディたちが見つかる手がかりになるなら。わかった。早くみんなを探さなきゃ。Yeah.
そこに何かあるぞ。これかな。なんだソラ、レコードを知らないのか。こうやるんだ。これだ。今変な音がしなかったか。聞こえた。おいおい、ソラ、オーケストラたちの方から変な音がするよ。わかった。ウッディ、そのままレコード止めないで。おいおいおい。この人形だ。何か詰まってるよ。出してあげよう。もう少しだ。それ。校長。大丈夫か。彼が連絡の途絶えた隊員だな。ハムを見つけたって。はい、しかし報告している最中に大きな手につかまれてここにねじ込まれたんです。ハムもどこかに閉じ込められているかもしれません。早く探しましょう。待て校長、その体じゃ無理だ。しかし撤退するのも勇気だ。それに見たまえ、我々には頼もしい仲間がいる。私は伍長を入り口まで連れて行きます。あとを頼みます。おいおいおい、どういうことだ。忘れてた。ウッディ、任務は終了だ。早く行ってくれないと。休んでる暇はないぞウッディ。次はハムだ。何か物音がしないか。あそこが怪しいぞ。やれやれ、やっと出られたか。大丈夫かハム。いや、案外快適だったぜ。家具も揃ってるしな。はあ、本当にいい音が来てるね。なんだ。どうした。 あいつだ。あいつが俺を閉じ込めたんだ。ハム、隠れてるんだ。
すまないが、二度と閉じ込められるのはごめんだ。こいつも操られてるのか。みんな、油断するな。さあ、来いよ。なあ、私たちもあんな風になるのか。操られて同じおもちゃに襲いかかったり。バズならそんなことにならないって。そうそう、みんななら大丈夫だよ。なぜ言い切れるんだ。もし私が君たちに襲いかかったら。バズ、考えすぎだって。うん、ハートレスは闇は心の弱さにつけ込んでくるんだ。だから心をしっかり持っていれば大丈夫だ。なら安心だ。なんたってバズは俺の相棒だ。絶対に友達のことを裏切ったりしない。そうだな、カーボーイ。諸君、心配をかけた。その調子だ。ほら、早くみんなを見つけよう。UFO だ。ってことはあいつらが見つかるかもしれないな。追いかけるぞ。なあ、これは小銭が重くて足手まといになりそうだ。お前たちに任せるよ。ああ、無理はしなくていい。ギュッ。オンに切るぜ。入り口で待ってるからな。さあ、UFO を追いかけよう。こんなところにも幸運のマークがありそうだよね。お迎え来た。僕たち星に帰る。まずいぞ。危ない。逃げるんだ。さよなら。追いかけろ。
待て。行くぞ。はっやっやっはっはっやっやっいいぞソラ。行け。はやっはへっはやっはっはガスを使ってみたらどうだ。もう少しだ。星に帰れない。壊しちゃってごめんな。けど、僕たちのお家、アンディの部屋。そうだ。私たちはアンディのおもちゃだ。アンディの部屋が私たちの家だ。やはり、こんなところに来るべきではなかった。けど、ここはゼアノートが作り出した別の世界だって言ってただろ。あの黒コートの言葉に確証があるのか。もしそれが本当だとしても、あの家にアンディが帰ってこないとも限らない。その可能性がある以上、私は帰る。ウッディはどうする？そうだな、仲間たちも見つかったことだし、入り口で待ってるみんなと合流して帰ろう。そっか、ウッディたちがいてくれると頼もしかったんだけどな。13期間は僕たちの問題だしね。だから言えば大丈夫。それが問題なんだよな。どういう意味だよ。じゃあ入り口まで送るよ。ありがとう。
グンソー、天候頼む。さあ、イエスサー。天候だ、全員整列せよ。グンソー、アーミーメン123、ハム、エイリアン123。ん？レックスはどこだ？レックスなら、ソラたちのことをバズに信じてもらうんだって言ってテレビゲームコーナーに行ったぜ。まだそんなこと言ってたのか。ん？俺たちのこと？ハートレスもいるし、早く連れ戻さないと。ああ、ソラ、ドナルド、グーフィー、もう少し君たちの力を貸してもらえるかい？もちろん！頼もしいな。レックスはゲームコーナーだったね。出発！よっ。まあこんなにかっこよくはないけど、服は似てるのかな。あ、なるほど、ゲームキャラクターのフィギュアか。バズ、これで納得しただろ。ソラたちも俺たちと同じおもちゃだ。まあそうなるな。この格好ってドナルドの魔法だろ。どういうこと？だから似てないでしょ。ソラよりリクに似てるよね。おいしい。おい、似てるだろ。黒っぽい格好とか。それだけ？ともかくこれでみんな揃った。すぐにアンディの部屋に帰るぞ。ちょっと攻略本見ていきたいんだけど、バハムートが倒せないんだよ。ダメだ、ここに長居はしない。そう急ぐことないだろう。ゼアノート、まだ実験中だ。出て行かれたら困るな。用があるのは俺たちだけだろ。ウッディたちを巻き込むなよ。光の守護者らしい言葉だ。
ならば最終段階に進めるとしよう。ねえ、バズどうしたの？おい相棒、冗談はよせよ。おっしゃい。嘘だろ、バズが操られたって？なんてことするんだ。最初に言ったはずだ、つながりを分かつ心、抜け殻が心を宿す世界、彼らは強いつながりによって心を得ている。そのつながりを別々の世界に分け、不安と疑心が芽生える中、心を保ち続けられるか、さらに空という異物を入れて揺さぶり、最後に決定的な溝を与えた時、強いつながりがどれほど大きな闇を生み出すのか、間もなく答えが出るだろう。シュガー、なんとかして。今行く。邪魔をするな。ここは？この世界ではお前はゲームの中の住人だそうだな。ならばそこからこの実験の結末を確かめるがいい。もっともそんな余裕はないと思うがな。何か方法があるはずだ。バズ、ウッディ、待ってろよ。
少年。大丈夫か、ソラ。あ、俺は大丈夫。みんなは？バズは？うん。闇の回廊に消えちゃった。そうか。ソラ、なんとかならないのか？俺の力では闇の回廊は開けないよ。闇の回廊の中にバズが消えたのですか？そうだよ、軍曹。打つ手なしだ。同じものかは分かりませんが、闇のモヤモヤしたものならキッズスペースで見ました。キッズスペースへはベビートイコーナーの出窓から通じています。私が先行して開けておきます。お手柄だ、軍曹。行こう、ソラ。あ、うん、絶対連れて帰ってきてね。頼りにしてるぜ。頑張れ。気をつけて。ああ、親友を取り戻してくる。さあ行こう。